どうも、ハチャンターフーガです。さあ、こちらは、大台をさすり、サソリの毒針の部分になりまして、この右側のやつが毒袋ですね。で、もう一個毒袋がこの収納部分に入っていますので、今日はそれを引っ張り出して、カマキリに与えていきます。今日はこちらの東南アジアのハラビロカマキリ、SP ゴールデンちゃんに与えてみます。これ、俺出て出た。これが、サソリの、大台をさすりの毒袋ですね。これタンパク質なんで、これをカマキリに餌として与えてみます。さあ、目の前にカマキリちゃん持ってきました。はい、じゃあこれ栄養あるから食べてごらん。はい、ほら、お食べ。よしよしよし。あ、ちょっと食べづらそうですね。あ、食べた食べた食べた。はい、ご覧ください。ほら、綺麗さっぱり食べてくれましたね。はい、1日経過しましたが、ピンピンしています。サソリの毒の影響は全くないようです。毒には3種類ありまして、食べたらやばいもの、触ったらやばいもの、そして血液に入ったらやばいもの。基本的にこの3種類ですね。サソリの毒やスズメバチの毒っていうのは血液に入ったらまずいものなので、食べる分には基本的に問題がないと言われています。ただ口の中、虫歯があったり食道に傷があったり、胃が荒れていて血が出ている場合に関しては、そこから毒は血液に行ってしまう可能性がありますので、食べないに越したことはありません。じゃあ皆さんに昨日食べたサソリの毒袋の味の感想をお願いします。どうぞ。そうじゃな、昨日食べたサソリの毒袋の味、あれは人間の食べ物に例えるならフグの刺身って感じだな。フグは危ないからみんな食べない方がいいぞ。以上だ。